見また、見また、見ま、見また、見また、見また、見ま、見また、見また、見また、見ま、見また、見ま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 た。あ、これまだお金入ってるやん。うん、1円とかやろ。多分それ小4ぐらいの。あ、1円と5円玉入ってる。うん、あそこカウンターキッチンに置いて貯めてたやつ。よいしょ、まだなんでこれ。あ、これ練習用だ。うん。2019年2月で終わってるやんな。懐かしい平成30年度分の確定申告の知らせ。平成30年って。あ、それでいいのか。これ今年か。こんなんして上向きでな、目も出てくるけどな、書かれへんやと思わんと、こうやって裏向けてな、書けるところ。市役所がジェネリックに関してこんなハガキを送られても、俺はどうしたらいいの ?18 番も入れた。何それ、ワイドなの、生まれん。買いすぎじゃない？それマジで。これはなんだ。この紙はなんだ。何やろ、メモ帳にしとこうか。あ、これ怪我のやつまた出てきた。何怪我？
あ、使わなかった平成30年度の年賀はがきができた。1000万円超えの配当はまた、マジで。ちょっと平成30年の来てたやつ、もう年賀で掘るで。うん。平成30年。うん。まあ、あのね、いっぱい掘っていかないともうゴミ溜まる一方だわ、マジで。これ何？うん、2018年9月。去年の9月もいいわ。これあれちゃん、保険証とかコピーして、脳を切った後の紙ちゃう。うん、あ、そうね。山ほど怒ってくる。この金が一番無駄よね。これをこの分安くしろよな、マジで。割とマジで。その分金取るっていいですからな。全く分からん。全部英語の説明書。これどうしたらいいの？これ何の説明書かも分からんねんけど。もう何の説明書か分からん。なんか分からへん、これバイアグラじゃないよ。あ、そういう系かもね。なんかタブレット IP、 ほんまやな、か、あ、ほんまやわ。平成30年、まず出てきたわ、平成30年。うん。よーし。クリップみたいなん出てきてない？うん、2017年の領収書もういいわ、捨てるわもう。やったらここにもいっぱい入ってるはずやで。いや、ほんま置いとかなあかんねんけど、5年間、うん、そう、貯めてられへん。あれ、これ青色もあったはずやのになくなってんな。まだ終わる。ちゃんといいビラッに入れてくれてるじゃん。もうこんな袋いらん、うん、お前のやで。うん、いいわ。がん検診のしおり。あ、どんな？いつね、
がん検診のしおり。大阪市国民健康保険、大阪市のがん検診で受診ができる。黒猫エディってどうやって使ったらいいのこれ。ハマってると思う。あ、これ30年だよ、ね。ピタパピタパピタピタパピタパピタパピタピタパ。はい、リスナープレゼント。終わってるやん。2月28日まで。あ、亀岡挟むコッペパン。亀岡挟むコッペパンね。皆さん購入してあげてくださいね。あの、お電話での購入よろしくお願いします。亀岡、あの店、この店。亀岡牛名店会。この前のエディ8円ぐらい入ってる。マジで？そういうの集めて使ったらできへんの、エディって。マジで。どれもこれもなんかいろんなとこに集まってるやんか。ペンまだ出る。ああ。うん、ヨドバシカメラのゴールドポイントカード31年5月31日で消える俺のポイント残高は1723ポイント。これ使わんの損ちゃう、使わんの損ちゃう、使わんの損ちゃう、使わんの損ちゃう。にまたにまたにまにまたにまたにまたにまにまたにまたにまたにまにまたにま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 た。2017年の1月の26日に俺東京行ってんねんけど、医療費のお知らせ。こんなん送ってくんねやな、あんま。いらんわ。請求書ではありません。だからなんやねん。それ腹立ってるね。もう送ってくるなよ、じゃあ。なんで、ね、めっちゃ使ってるやん。誰？俺。なんで？あれちゃん、赤前頭困った。うん。18,000、16,000、9,800円、7,060円。恩着せがましく来たやろ。あなたにはこんだけの医療費。お前のが5,000円と2,150円。私も？あ、それ総額や。患者負担は5,500円、4,800円、2,900円、2,100円、お前は1,400円、645円。国がこんだけ出してあげましたでっていう。え、税金払っとけやろ、僕。死ね、貸す。お着せが欲しい。ハゲが。死ねや、マジで。あなたのために支払いましたよ。だから何なんて思えへん。何のためにそれ送ってくるの。ゆうちょ商品サービスに関するお知らせ。すげえ。これな、求人募集の後ろに履歴書ついてる。要するに、あれやろ、これ、ゆうちょの手数料値上げしたって言いたいだけやろ。あ、
で、ETC の解約せなあかんね。2017年3月のランチ代いくら？ 2150円。何食べたん？お寿司？お寿司お寿司いいな。上にぎり1740円、あさり汁410円。やおやおやお、よし連れてってもらってない。うまいな。まあこっちだけお前にも連れてってろと思ってさ。解約金リスナー還元、なんでやねん。今じゃ食べれない、今じゃ食べれないわ。これ前の地検行った時の、あの報酬もうた封筒、ちょ、マジでさ、マジでさ、お前らさ、金ちょうだい、金ちょうだい、金振り込んで。あーめっちゃゴミ片付けたんだけど。なあ今日すっきりしたな。もうチョキチョキないの？チョキチョキっぽいのはないで。まあ、うん、こんなゴミもう絶対使わへん。ゴミは絶対掘った方がいいよね。うん、これいる。82円切って出てきた。わお、これいる？いらない、うん。N 国糖シール、これも手で切って貼るからね、これ。大事に使ってね、これ。大事に使ってね、これ。手で切って貼るから。これリスナープレゼント。手で切ってんの？うん、手で、ハサミでちょっと切って貼る。手動で。うち、あれあんのにな、あのほら、枝島も使ってるの、シール。邪魔しに来たんやんか、思った。根治水、懐かしいな、まだ入ってんのかな、これ。根治水。昭和世代しか使えへんぞ、知ってる？灰皿いらんな。おかしいな。ね、あの、ポケットハイザーな。うん。堺のイオンモール。何食うたの？2440円。分からん。どうせお寿司やろ、2400なんか。新聞紙で猫のベッド作ろうか。うん、ね。この辺どうするこれ。ね、どれ？これ。面白いこともらってこか。はあ。まだはあちゃうで、そっちにもあるでしょ。どこ？これもそれも。マジで、ね、もう何箱ダンボールあんのうち。あんたに何箱ダンボールあげたらこの家きた綺麗。大阪ってゴミ捨てるのただやで。うちのマンションただやで。うちのマンション業者ゴミ来るからじゃあただやで。でも大型ゴミはあの金払う。あ、視聴者プレゼント出てきたで。ほらインディーのカレー。インディーのカレー。あ。カレーハウスインディの50円引きチケット。これ視聴者プレゼント。これどこにあるの？どこにあるの？知らんし。1号線ぐらい。あ、フリップいっぱい出てきたやん。うん、なんかびっくりした。はぁやと思ったやん、これ。なんだ？消しゴム。はぁやと思った。怖い怖いな。
マイコスモドキ見たいな。営業時間は午前9時から午後12時まで、午後1時から午後5時までとなります。どういうこと？年末年始？年末年始のまま何も更新されてないな、この会社。やばない？間違ったじゃん、休日のやつと。残しとくのもおかしい。電話芸全然できないんだけど、電話芸がや。いいかも、捨てようか、これ。灰皿、捨てようか。っていうか、便所の灰皿もいらんねんて。いらんな、捨てよう。あれ、大変なこと邪魔なんで。うん、ほんな、捨てような。ポーンってなって。ああ、工事が出てきた。あ、置いといて。そら置いといて、捨てへんや。嫌いになったら捨てる。嫌いになると一生ならない。チョキチョキいっぱい出てきたやん。チョキチョキいっぱい出てきた。よし、ここまで片付いた。うわ、片付いた。めっちゃ片付いた。お疲れ様でした。でもここに段ボールした方逆にできてまったけどな。またそれはあんたがあれした時用のやつ。なんだここにおんの。うん、うん、だからそれに移し替えていったらいいの。今度いるやつ的なので、ここに入れたくないやんか。いるやつがいっぱいになったら、いるやつ2。メシ。あ、これも入院保障3年間無料申請だわ。入っとこう。俺保険めっちゃ入ってる、入れるやん。ただで入れてくれる保険に。俺にしないと困るんやな。大事な大事なあれやんか。浜やからな。うん。ゾウゲとウミガメ科のコーラを取り扱う業者。
で、マクドの出前とかちょっとお金送って。なんか3600円払ってきたから何かなと思ったら、社会保険協会に入れみたいな。あ、おかある、なんで入らんなあかんの。こんな勝手に送りつけてくるやばない。これ間違えた払ったら土下座してお願いして。なんでこんなめんどくさい。アプリでポッチョとったらマジで30年3月って、もういつの話やねん。そう、ウーバーイーツで1000円分ただやからな。ウーバーイーツで1000円ただやからな。免許証返納、なんで？なんで免許証返納しちゃうの？使ってるそのプラスチックの家具はこれ、うん、それ綺麗にしているほんまにいる布だけにしているやつに全部書類とか写してるんじゃん。ほんなら小物入れみたいになるやろそれ。あの帰ってきた時にカバン入れるとか手帳入れるとかになるやんか。